皆さんこんにちは、製麺機の中の人です。ですね、スーパーに行ったらね、こんなカレーを見つけたんでね、今日お昼にこれいただいてみようかと思ってね、動画撮影始めました。ですね、ゴールデンカレーね、夏季限定バリカラね、辛いがうまい、香り引き立つ35種のスパイス&ハーブね、こんな感じにね、唐辛子ね、極める6種の唐辛子ブレンドね、書いてありますけど、ポットがね、5の5段階のさらに上ですね。ね、結構辛いんじゃないかと思ってね、買ってきました。で、裏ね、ブートジョロキア、ハバネロ、ハラペーニョの鮮烈な辛さと3種の焙煎唐辛子のコクに35種のスパイス&ハーブが奏でる黄金の香りって書いてありますね。なかなか辛そうですよね、バリカラね。で、ですね、カロリーが1袋ね、1食分で218キロカロリーなんでね、ちょっと脂質多いですけども、まあカロリー的にはまあご飯の量を少なくすればね、まあなんとか300キロカロリーぐらいに抑えられるんじゃないかなと思いますね。ではね、これね、今日のお昼、このゴールデンカレーバリカラをいただいてみたいと思います。では今レンチンしてきましたね、こんな感じでね、レンチンしてきましたんで、早速カレーを開けてみたいと思います。どうしましょう、ちょっと待ってくださいね、ちょっと封を切りましたね。それで早速流し込んでみます。おー、結構具がしっかり入ってますね。ね、どうでしょうね、こんな感じですね。じゃがいもとか結構ね入ってます。で、あ、ご飯はね少なめにね、 50g ぐらいにして、ちょっと足りないんでね、キャベツの千切りつけましたね、こんな感じですね。じゃあちょっとね、一回私ブログとかもやってるんで、ブログ用の画像撮影してね、それから食べていきたいと思います。じゃあちょっとここで一旦切りますね。ではね、改めてね、ゴールデンカレー、夏季限定バリカラね、辛いがうまい、香り引き立つ35種のスパイス&ハーブね、それね、辛さ5の上ですね、ホットね。じゃあこれいってみたいと思います。じゃあね、もうね、匂いがもうね、辛そうな匂いしてますね、こんな感じでね、結構大きいね、じゃがいもね、こんな感じで入ってますね。人参とかもしっかり入ってますね、じゃがいも。ではちょっとね、いただいてみたいと思います。こんな感じで、ね、いただきます。うん、あー、あー、結構辛いですね。辛いの好きな人じゃないと厳しい辛さかもしれないですね、これは。でも D の20倍に比べれば辛くないかな、でも結構スパイシーですね。じゃがいもね、じゃがいもいただきます。
しいですね、これは。うん、ちょっとね、私飲み物飲まないとね、喉詰まっちゃうんでね。富士山のかあんまり見えないかな、コーラなんでね。じゃあいただきます。ではね、また食べ進んでいきたいと思います。このね、カレーとキャベツもね、美味しいですよね。あのカツカレー頼むとね、あのキャベツもついてくるお店ありますよね、時々ね。私カレーにキャベツ結構好きですね。お肉も入ってますね。見えるかな、ね、ちょっと薄めのお肉ですけどね、ちゃんと入ってますね。いただきます。これ、辛さはそうですね、私の食べた感じでは、まあ、あくまで私のね、あの個人的な感想ですけども、 D の10倍より辛くて D の20倍よりは辛くない程度かなっていう気がします。でもね、もうすぐ、もうね、今日からもう6月ですからね、夏ももうね、すぐそこまで迫ってるんでね、やっぱりこういうね、激辛系のカレーね、美味しいですよね。カレーのルー足りるかな、よいしょ。ご飯、お肉乗ってますね。こんな感じでいただきます。じゃがいもね、いただきます。これもじゃがいもですね、よいしょね。ちょうどいいくらいの辛さだと思います。美味しいですね。完食しましたね。で、ちょっとね、飲み物飲んでね。ごちそうさまでした。あ、ちょっと手に、ごちそうさまでした。今日も最後まで動画ご視聴していただきましてありがとうございました、ね、また今度なんか美味しそうなのがあったら、また動画にしてね、アップしたいと思いますので、よろしくお願いします。